チペティビアご覧の皆様、こんにちは、今日ですね、ドラゴンボールヒーローズのデッキ紹介をしたいと思います。まあ、デッキはいっぱいあるんですけれども、まあ、状況によって、相手によって、まあ、変えますね。はい。まず、一つ目は、まあ、対人専用ですね。対人っていうか、まあ、変化一武道会とか、ミッションじゃない、まあ、人と対戦するときの、デッキですね。はい。紹介したいと思います。魔人ブー純粋。竜神の、ロボット兵。メタルクーラー。で、ヒーローアバターカードですね。はい。まあ、これは対人専用ですね。はい。では、まあ、あと、次はゴッドミッションとか、ミッション攻略などに使うデッキですね。はい。すいません。こちら使うので、はい。ターブル。スーパーウーブ、イーシンロ、あ、すみません。イーシンロ、トランクスでのヒーローアバターカードですね。まあ、こちらはまあターブルでパワー上げて、まあ、スーパーウーブとイーシンロで戦闘力稼ぐデッキですね。まあ、パワーみんな上がるので結構強いかなと思いますね。はい。まあ、はい。では次、まあ、ワンキル、1キルですね。まあ、1キルはまあ2つくらい考えてて、まあ1つ目はちょっとすいません、はい、まあ1つ目はこちらですね。はいはい、亀仙人、クリーザ、フリーザ、ベジータ、ゴールデンフリーザですね。あ、嘘です。この亀仙人をトランクスゼノですね。はい、すいません。間違えました。こちらがトランクスゼノです。はい、まあ、これは1キル、まあ、1だ。パート1ですね。はい、で、1キルパート2もありまして、まあ、1キルデッキは結構考えてますね。いろいろありますね。はい。パート2は、まあ、これも、はい、すいません、はい、まあ、はい、ゴールデンフリーザ、ジャッキー・チュン、ブローリー、亀仙人で、まあ、ベジータじゃなくて、まあ、トランクスゼノですね。はい、まあ、こちらは、まあ、ジャッキー・チュンで HP がまあ、2000以下が戦闘力2倍なので、まあ、このデッキですね。はい、はい、続いて、はい、Z デッキですね。まあ、Z デッキは、まあ、ある程度決まってますね。はい、はい、こちらが Z デッキです。はい、孫悟空、天津飯、チャオズ、孫悟天、ピッコロですね。まあ、こちらは普通に、まあ、Z デッキですね。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。まあ、あとは、まあ、カード紹介でもしていきましょうか。まあ、今紹介したのは言いません。あ、すいません。貫通ベジットですね、こちら。ドクターミュー、フリーザ復活、孫悟空少年期、時の海王子、ピッコロ、孫悟空、タールス、ビルス、時の海王子、ピッコロ、ドクターミュー、バーダックゼロ、ベジット、孫悟空、バーダック、はい、で、こちら海王子で、はい、孫悟空少年期、時の海王子、トアセールですね。はい、こんな感じです。まあ、デッキはこんな感じで、まあ、おすすめデッキなど、まあ、僕のカードの中から組んでいただけるとありがたいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。